どうもご視聴ありがとうございます。各キャラのステータスを用いて強さを検証していくこの企画、今回はエンジニア、グノシアとやって同率トップとなったキャラたちを使用した役職バグでのプレイ動画となります。バグ編のルールはこちらです。これまでのと大きな違いとしては、一発勝負で、勝ったか負けたを記録して、その判定をする、まあ勝つまでプレイするわけではないというところですね。またプレイ順はまあちょっと前半の方が不利になるかと思うんですけど、乱数でランダムで決定しました。今回の動画はジナ、シピ、S級までの動画となります。それではまずはじめにジナのプレイ動画からどうぞ。はい、ということで、ジナのバグですね。今回はジナのステータスでバグでやっていきたいと思います。2連続のジナとなります。あ、そうか、相方いないのか。バグがね、これまでと違ってやっぱりやり方がよくわかんないんですよね。まあ当然役職で出る気はさらさらないですけどね。名乗り出ろでエンジニア出させようか。そうすることでエンジニアが襲撃されやすくなって、こっちも安心感が出るんじゃない。全員排除しろエンジニア。さすがに無理よな。これ通せたらめちゃくちゃね、有利だよね。エンジニアじゃない、バグ。あとはまあでも基本的には疑われないようにすることっていうことで、グノーシアやってた時と同じ戦い方になるんじゃないかな。どっち入れよう。ラッキー入れとくわ。万に一でも釣れたらラッキーって感じ。無理か、一票も集まんない。レムナンね。なんかでもさ、カヤの外な感じするよね、バグって。あ、ステータス変えれる。結構です。あー、でも一回行っとかないとずっとあそこにユリコいんのか。いいんだけどさ。あー、そうか、それだとびっくりマーク出ないのかな。まあまあまあいいや、次男と話しとこうか。人だといいね。ラッキオが消滅。これは、オン？ラキオがエンジニアで、って感じじゃない？まあわかんないけどね。グノーシア側もわかんないけど、とりあえず襲撃した感はあるけど。あ、やべ、やっちまったな。ユリコに手かけるのはちょっと、恐れ多かった？これはマジで使っておくべきだったな。おいって。やめさせるなよ。ちょっと待って。やば。なんと。なんと。なんと、なんで。ユリコグノーシアか。いや、おかしいだろう。はい、続いてシピのステータスです。やっていきましょう。でもね、さっきのね、ジナでね、分かったな。人間だと言えのね、バグ側の強さよね。あれ使わなかったのはちょっとやっぱ申し訳ないですけど、まあ1回目だから正直仕方ないとこですね。まあ生かして今回は使っていきましょう。人間だと言えを苦しく止めてきて、あの状況で釣られるか。さっきの誰だ言わないやつ、直感高かったらそれでもグノーシアが突き止められるかもしれないですしね。あ、全友？そう、そうですか。エンジニアでよ。3人。あ、全員排除使えないか。それこそ。それこそ、これこそ使いたいとこなんだけどね、全員排除。ラッキーが疑わしく見える。まあ、別に喋んなくていいか、今日は。にゃーんとしてましょう。ジョナス。バラケンナ、コメットか。まあコメットならいいんじゃない。襲撃できないからさ、なおさらこういう厄介ゾーンがさ、勝手にコールドスリップされてくれるのありがたいよね。 SQ ちゃんシャワー浴びてんの。ラキオが消滅。んー、ジナ怪しいな。
名乗り出るドクターも出させといたらいいんじゃない。一人コメットはグノーシアだった。ほーん、どうだろう、若干新っぽさはあるけどな。バグである俺が出てなくてさ、グノーシアが1匹死んでて残り2匹だったら、もうドクターに出れるグノーシアが、まあ1人いるだろうけど、出たくないっていうのは気持ちはわかるしな。まあ逆のパターンもあるけどね、コメットがドクターだから1人しか、ユリコしか出なかったっていうパターンもあるけど、まあどっちでもいいんだけどね。そうだそうだ、もうどれだけ潜伏できるか、どれだけエンジニアを早く処理できるか、ここじゃないかな。誰だ俺に票入れたの、シピか。へえ、まあ次男は若干グノーシアっぽかったからな、シピいないし。ラキオが襲撃されたからね。うわー、特定されたかなこれ、バグ。投票するな、雑談しとこうか。シピはなんで俺を疑ってきた。グノーシア側だから、俺が襲撃されたんだったらシピがグノーシアでもおかしくないな。あ、協力しようできないんだ。あ、違うか、もう協力してるからか、単純にそういうことか。何言ってるか分かんないけど大げさに言っとこうみたいな、話の流れ分かんないけどあいつだけ撃つやつみたいな、そういう戦い方。ユリコに入れるけどな。ステラか、微妙だな。ステラ消えても別に何のメリットもないし、 SQ とイチャイチャしてても何も進展はしないな。あ、ククルシカ消滅。おー、じゃあジョナス疑おうよ。ステラグノーシアでしたよ。あー、そう、じゃあさ、ユリコが本物だって言うならさ、ジョナス凍らしたら勝ちじゃん。どっこれ最後のグノーシアやろ、ユリコ本物だとしたら。すげえなアイコン。あれ、これさ4人エンジニアいてさ、全員から上院出しされたらアイコンってどうなんだろう、これかつ誰かと協力してたら気になるね。今度やってみるわ、できるかな、めっちゃきつそう。4人出ること自体がまずあれだもんね。まあラキオとかがいたらここでジョナスを凍らすのは危ないって言ってくれるのかもしんないけど。あー、びっくりした、1票入ったから。んー、どうなる、ジョナス OK、 勝ったかな、いや分かんない、勝たなかったらそれはそれでユリコが破綻するので、ユリコに縄が向くと OK、 勝った。バグ、あなたというバグが存在しているだけで世界は混沌に落ちていく。お、ちゃんとね、やっぱグノシアサイドを全員凍らせるという素晴らしい戦い方したし、グノシア側もちゃんと要点を占める守護天使とエンジニアを襲撃したと、お互いまあ戦い、戦いをで、どこでグッジョブ起きたの、死体なしは。あ、俺襲われてたんだやっぱり。へえ。ああ、なるほどね。だからコメット釣られたんか、人間宣言で。初日人間宣言やっぱり強いね、使うバグとしては。
ということで、シピが、クリア側となりますね。はい、S級でのプレイです。バグやっていきましょう。ここでシャーミンやられるとラッキーって感じだよね、バグだったら。あ、でも人間だと家は使えると。使いましょう。別にね、S級のステータスだったら演技力もあるんで、そんなに人間宣言嫌がることもないですけど、自分が使えるなら使っちゃいたいっていう感じですよね。ここでグノーシア誰か分かったらもっと気持ちいいんだけどな。まあユリコ疑ういい口実はできましたね。でも疑いませんよ、怖いから。ほんであとはエンジニア出させたら今日はお眠りしましょうか。レムニャン嘘をついている。多分俺以外も気づいてるだろうこれ。うん、気づいてるね。まあ SQ に、違う、茂道に票入れる必要はなかったか。誰俺に票入れてきたの。ジナか、ちょっと不気味だな。でも嘘ついてないよ俺。ジナちょっと話しよう。あ、いない。そう、じゃあステラ、ジョナスが消滅。うん、報告。コメットがグノーシア。へえ。じゃあ投票しろ使いたいけど、投票しろないのか。協力しようで誰かステラと協力しとこうかな。ダメだって。ダメですか。おーん、賛成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 。お、マジ？投票しろ自体は珍しいけど。レムナの方行こうか。票が集まるとしたらこっちでしょう。あとはククルシカがいなくなってくれれば有利じゃない？これ占われないように。これはやめてね。オッケー、本物っぽいな。本物っぽいけどいなくなっちゃった。じゃあ、あとはのんびり一人だけ襲撃される可能性がない人間として、コールドスリープさえされなきゃ勝ちなんでね。グノシア時代に気づいた雑談&カバウの好感度上げムーブでいきましょう。もう人間だと家を使われる可能性もないし、変なことしなければ疑われる可能性もないんじゃない。あ、ユリコがコール？ジナか。ジナは一回俺に票入れてきたからね、凍ってくれるのはありがたいけど、ずっとユリコそこいんな。仕事がね、あるからね。乙女が消滅。ジナイズグノーシア。あー、じゃあシャーミン本物だとしたら、あと一人グノーシア凍らせたら勝ちか。じゃあ本気でグノーシア一緒に探してやるよ。感謝してくれ。コメント行こうぜ、とりあえず。あ、てか、ククルシカがグノーシア出ししてんだ。じゃあコメントでしょ、最後。助けを求める、断ったらやっぱり好感度下がるのかな、あれって。はい、そういう内部パラメーター見えないからやっぱ気になりますよね。あー、両方でいいんじゃない、もう。あ、ダメか、奇数か、今。どっちかな。わあ、やっぱ強いなユリコ。多分これコメットで終わりだと思うんだけど。あ、終わらない。うーん、シャーミン偽っていうわけではないか。レムナが本物の可能性もあるしな。となるとユリコが断然怪しくなってくるけど、シャーミンが消える、
じゃあシャーミンは本物と考えていいかな。シャーミン襲撃するのもだいぶ余裕あるけどな。さっさと終わってほしいんだけど。シピ、シピにヘイト向くんだ。いいよ。でもさっさとグノシア凍らしたいんだよな。もう日数が少なくなって3人とかになってくるとちょっと自分もリスク出てくるから、シピでいいかな。シピかユリコどっちかなんだけど。ラストグノーシアどこだろうな。違う、やっぱユリコかな。セッツと仲良くする。あんまり気を使って言ってくれたセリフだよねこれ多分。ステラが消滅、エスキューちゃんもしかして。いやそんなことない。雑談そろそろ怒られてもいいと思うんだけど1日1回は許されるという。せつ、まあいいよせつでも。あんまり俺のこと信用してくれてないっぽいし。ゆり子が怪しいけどな正直。でもせつ行こうか。おお、なるほど。さあ、そこかそこかじゃねえよ、そこかじゃねえよ。勝ったわ。もうね、エンジニアが消えた途端に勝ったなって感じですよね割と。特にこの SQ のステータスだと3人になってまでいくとちょっとどうなるかなっていう感じだったけど、それ以外で負けることないんじゃないかっていう安心感はあったわ。